真空管アンプを組み立てて自ら設計していた人です。でスピーカーへの造形が深く、理想のアンプと、スピーカーとアンプをですね開発すべく、今も建設業っていうんですかね、設計の傍らスピーカーとアンプの、開発に従事してます。これはスピーカーの方はですね、なんとコンクリートのボックスなんですね。それからこのアンプはですね、電解コンデンサーを中心にして、スイッチング電源を使った、独創的なやっぱりアンプなんですね。歌詞の息遣いがですね聞こえる、昔原音再生っていう言葉が流行りましたけど、そういう風なやっぱり音の追求をやってます。もうちょっと聞いてみましょうか。デジカメで撮ってどれぐらいの音量がね入ってるかわかんないけど、ちょっと紹介してみたくなって撮影してみました。はい、ありがとうございます。